こんにちは、クリプタクトの水上です。こんにちは、斉藤です。本日の日経新聞をピックアップしたいと思います。分離しますと言っても、分離ってそれ例えば誰かに渡すんだったら、うん、それ誰かっているのとか、いないんだったらどうするのとかさ、うん、でかといってこれにさ、事業やめますみたいな、うん、話したら、いや、そこで働いてる人もいるし、うん、17面の結構奥深いところに三菱ケミカル石化事業分離っていうところがあって、これ見て、あの東芝の3分割、事業3分割と同じところなのかなっていうふうに思ったんですけど、その辺どうなんでしょうか。そうですね、なんかまあそれに近いような感じはあるんですけど、うん、そうね、なんか三菱ケミカルって総合、まあ、なんて総合化学、石油化学コンビナートってなんかさ、社会の授業でやんなかった、小学校の時に。なんか本当に昔々、3、4年生ぐらいの時、ね、なんか皆さんもやったような、やったと思うんですけど、うん、なんかこういろんなね、石油の石油精製所、うん、かな、があって、まあね、こう丸っこいタンクみたいなのあるとか、うん、でそこからこう、なんだろうね、それこそエネオスとかさ、イデミツとかさ、うん、そういうあるじゃん、あのガソリン作ってるところ、でそこから出てくるものを使って今度は化学製品っていうのができていきますよみたいな、うん、まあ、ベンゼンっていうとかナフサがあってとかね、うんうん、これもなんかナフサを作るとか、そう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 、ね、うん、そのナフサからまあいろんなものを作っていくみたいな、うん、まあ、プロピレンとかエチレンとかね、でそういうのをこう、そういうのを原料にまたいろんなその石油化学製品っていうのができていきますよみたいな、うん、まあ、そこの何て言うのかな、こうガス、まあ、原油を原料として、まあ、それを使ってさ、一気通貫に製品を作っていくから、まあ、その原油からガソリン作る会社が回るけども、うん、まさに同じ敷地内というのかな、うん、隣に今度は化学の工場があって、なるほど、っていう感じになっていくわけよね。なんかあれが石油化学コンビナートみたいな。なるほど、そっか。なんかすごい一元化されて、生産性すごく良さそうですね。そう、だからもう出てきてさ、もういらなくなったものがそのまま今度はこの会社にとっての仕入れ、うん、まあ、いらなくなったものっていうとちょっと違うけど、まあ、その原料になって、まあ、それを作ってみたいな、うん、っていう、まあ、イメージというか、なるほど、うん、まあ、なんかありますよと。で究極、そのなんだろうね、このこういった化学メーカーって作ってるものが、そのもうコモディティって言われる、まあ、汎用性のあるもの、まあ誰、まあ、ちょっと言い方悪いけど誰でも作れるもの、うん、まあ、誰でもっていうのは要するにもう中国とかさ、韓国とかさ、もうどこでも作れますみたいな、うん、競争も厳しいですみたいな、うん、っていうものと、あとそのもうハイエンドなもの、だからこれはもうなんかすごく機能性とかその性能が求められるので、うん、この会社でしかできませんとか、うん、もしくはこの会社が作るものとこの会社が作るものはやっぱり違いますとかね、うん、クオリティが違うとか、なんか対別するとそういう2つに分かれていて、うん、で要するにもう三菱ケミカルとかはこっちのハイエンド機能性商品にフォーカスしていきたい、うん、はい、でこの誰でもできちゃうところ、まあ、要はもう作ってももう世界中どこでもあって、もうなんか価格がさ、自分で決めれるもんじゃない。もうなんか、うん、それこそさ、ね、ガソリンの価格なんかもそうだと思うけど、うん、なんか別にもう、なんていうのかな、エネオスが決めてるわけでもないって言ったらあれだけど、うん、ね、もうもはやコモディティすぎてさ。そうですね、なんか需給で。そう、もうグローバルの価格で決まっちゃってるようなところあるから、はい、あのまあ、そういったものにはもう手出さないっていうか、そういったものをもう切り出したい。あ、切り出しますよっていう。そういう話かな。でそういったものほどやっぱり利益率が低いので、ナフサとか、うん、他にもその生成するときに二酸化炭素をすごく出してしまうから、まあ、それを事業を切り分けるみたいなのがあったから、まあね、この脱炭素社会というか今後を見据えて、そこがその事業が重荷になるから なるだろうと想定して切り離そうとしてるのかなと思ったんですけど、そこはそんな関係ない。それはいや、まあそういうことも言っちゃえる時代になったねっていうぐらいじゃない多分なるほど、うん、いやもちろんそうだろう、それもね、あの、うん、そうですよって多分言うと思うけどいやその脱炭素のためにもう事業なんか売りますみたいな、うん、でいやこれめっちゃ儲かってたら絶対やんないでしょそんなの。確かに。だからまあ儲かってないし、うん、儲かってない理由は競争厳しいから。なるほど。でこんなの作っても自分たちのエッジ効いたものじゃねえみたいな、うん、っていう判断をしたんだと思うんだよね。うん、まあ、ついでにね、脱炭素ですみたいな。でもその脱炭素した事業誰かが引き継ぐわけだから。そうですよね。まあその社会全体脱炭素してるのかってまた別の話だと思うけど。確かに。まあ
ね、そういうことも言えちゃうかもね、うん、みたいな。なるほど、うん、ちなみになんかその石油系からそのガソリンっていうのがは確かに一番分かりやすいその価格、うん、自分たちでコントロールできないものだなと思うんですが、ハイエンドって例えばどういうものなんですか？ここにね、まさに書いてくれてるけども、うん、まあ、例えばヘルスケア系のものであるとか、うん、そのあるいは EV、まあ、電気自動車向けの、その部材とか、うん、あ、まあ、そのね、半導体材料とかね、まあ、あの化学、いろんな三菱ケミカルで作ってるかどうかはともかくとして、うん、いろんなものがあって、例えばさ、その電気自動車のバッテリーでいうと、そのバッテリーの中にもいろんな部材があって、うん、そのそれを作ってるところですよとかね、うん、一般のね会社って、なるほど、そう、やっぱりちょっと技術が入ってこないとハイエンドにはなりにくい、ね、そうだね。あとなんかそういう機能性能が異常に求められるもの、うんうん、まあ、EV なんか特にそうだと思うけど、やっぱりバッテリーってすごく求められるものが大きいじゃない、まあ、容量もそうだけども、はい、例えば充電のだってさ、いや、その1回充電するのになんか10時間かかりますとかだったらさ、うん、ちょっと困っちゃうじゃん、はい、だからすごい、あの、まあ、大容量の電力が必要だとしても、うん、そしたらすぐに充電できますよっていうものを作ったりとか、うん、あと何回もねこうやって走行してるうちに携帯の電池並みにすぐ切れちゃうと困っちゃうわけだから、うん、だからなるべくそういったこう、あの、劣化を防ぐとかね、うん、っていうのですごく求められるものが高い、うん、ってなってくると、当然それにそれの部材とか、うん、その化学製品のレベル、求められるレベルも一段上がってくる、まあ、半導体もそうだよね。その結局超ハイエンドな PC とかってなってくると、まあ、超ハイエンドってわけじゃなくても普通にやっぱりこういいものになってくると、うん、よりこう、あの、微細なものだとか高機能なものが求められるから、じゃあそれ作れますかとか、その部材どうですかとか、あの、まあ、そういったこうハイエンド商品向けのなんか素材を提供する、うん、でその素材もある程度のやっぱりクオリティが必要になるとかね。なるほど。っていう、まあ、そういう商品かな、うんうんうん、だからまあ一方でそうだね、普通のこう衣服とかさ、なんか分かんないけどそういうのはさ、あんまりこう、うん、なんか別にハイエンドってわけじゃない、まあ、もちろんそのいろんなハイブランドのさ、なんかすごいこだわった機能性医療とかまた別かもしれないけど、まあ、普通のね T シャツですとかね、はい、まあ、ちょっと違うかなとか、うん、まあね、それこそなんか最近というか、あの、それ例えば炭素繊維みたいなとかで、うん、そのね、車とかでも使えたりとか、もともと飛行機で使えたりはしてるんだけども、炭素繊維ってすごい高いのね。炭素繊維なんてものがあるんですか？知らない知らない。カーボンファイバーって言って、ああ、なんかその英語で言われるとちょっと聞いたことあるような気がする。いや、すごい軽くて、軽いけど鉄よりも強度何倍もあるけど、めちゃめちゃ軽いですみたいな、うんうん、だからその重量を減らせれるから、まあ、飛行機なんかでも使われてるし、うん、で車なんかでも、あの、スーパーカー中心、まあ、ね、うん、あの、最近ではいろんな車に使われつつあるけど、まあ、高い車に使われやすい。で、あの、ただ当然なんだけど、その飛行機に使うようなものが一番ハイエンドでクオリティ高い、うん、し、だん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 、まあ、劣化してるって言ったらちょっとあれだけどそれこそなんかどうなんだろう、テニスラケットとかもあったりするのかな、まあ、なんかそういうスポーツ用品みたいな。あ、でもそれは一番なんだろう、質は、品質は低い、品質は低いというか、別にそんな何求められてるものじゃないじゃない。それかな、テニスラケットのガットみたいなところ。いや、それは多分違うんじゃないかな。まあ、テニスラケットか分かんないけど、そういうなんかこういろんなスポーツ用品とかでこれ炭素繊維使ってますみたいな。でもそれってさ、まあ、車とか飛行機に求められるその強度とか安全性と全然違うじゃん。絶対違います、うん、だからそういうのは別に中国や韓国の炭素繊維でも大丈夫ですよと、うんうん、でまあ、炭素繊維というのは例えばトーレとかね、あの、定時とか作ったりするけど、じゃあそういうところはあまりそっちには勝負してなくて、もっとこう飛行機とかね、うん、三菱ケミカルの話からずれちゃったけども、そのいろんな日本の化学メーカーってやっぱりそのハイエンド向けのものが強くて、うん、やっぱりそっちにフォーカスしていく、うん、この総合化学メーカーっていうのは、まあ、昔からあったっていうのもあるんだけど、やっぱりその石油がからね来る、まさにその直下から来るところ全部やってたから、うん、でそれこそ一番汎用、あの、コモディティっぽかったのね、うん、でどん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 細分化されていった、この辺だけやってるっていうのがすごいこうハイエンド機能性ものスペシャルティーなんかケミカルみたいな、うん、で、あ、だからそういった化学メーカーいっぱいあるんだけども、こういう総合化学メーカーってここもやってたから、いや、ここはもうなんかグローバルにさ、どんどんいろんな国もやっててさ、うん、それ100年前とかはいいけどみたいな、うん、100年前か分かんないけど何十年前はいいけどみたいなね、いうのでついにもうその会社のもう創業というのかな、オリジナルのビジネスだったらそこはもう分離しますっていう、うん、っていう方針を出したっていう。そっか、
ってことはなんかまあ市場から見れば結構ポジティブですよね。2024年3月になんか実行しようかなというところですね。そうですね、まあ、あの株価はあんまり反応してなかったみたいなのが書いてあって、うん、実効性がみたいな話なんだけども、うん、いや別に悪い話は全然ないとは、うん、まあ、本当にできるのかなみたいなところっていうのはツッコミはもちろんあると思うけど、うん、なんでかっていうとそれ分離しますって言っても分離ってそれ例えば誰かに渡すんだったらそれ誰かっているのとかね、うん、確かにいないんだったらどうするのとかさ、うん、それでかといってこれさ事業やめますみたいな、うん、話したらいやそこで働いてる人もいるし、うん、でもそれでも本当閉鎖するって言ったら結構な減損っていうかさ損失出るかもしれない。確かにやっぱそれはちょっと怖いよねとか、うん、あるかもしれないし、うん、まあでも引き取りって本当にこの時代もそれこそね炭素云々とか言ってる中で、うん、こんなもうもろなものそうですねそこだけのものをそしてそうしかも利益儲かってませんみたいな、はい、いるかなみたいなのがあったりとか、うん、まあそういったなんかじゃあ事業分離してね、別会社として上場させますみたいなことが例えばできんのかとかさ、うん、でもそう株価つくかなとかさ、うん、まあそういうのも含めてなんか本当できんのみたいなのは結構あるとは。なるほどね、うん、あるとは思うけどいやこれできるんだったらもちろんそれはいい話だと思ってて、うん、こういった総合化学メーカーってもういろんな事業あるのね、うん、いろんな事業っていうのがまあいやもちろん広田家の化学なんだけど、うん、そのいろんなもの作ってるからなんかここがすごい今需要が増えて伸びてますみたいな、うん、なってもなんかどれかは需要減ってたりしてなんかこう売上下がってますみたいな、うん、そうすると出来上がりもう何が何やらようわからんみたいな、うん、投資家からしてもすごい難しいよね、うん、ある意味コングロマリットディスカウントみたいなことが言われやすいような、うん、もうやってること幅広すぎてあのやってることっていうかその卸してるその業界が幅広すぎて、うん、でもそれがこうスペシャル少なくともスペシャリティものになるよとかね、うん、ってなってきたらそれはなんかこうすごく投資見やすくなる会社として、うん、という意味では投資家からするとなんか株価もつけやすいような、うん、あの方向性なんじゃないかなとは思い個人的に思うけどね、うん、投資の目線じゃないかもなんですけどなんかやっぱりハイエンドに行けば行くほど、うん、まあその利益も高くなるし株価も高くなるっていいのかもしれないけどじゃあこのなんか利益があまり出てない土台部分というか、うん、とかをなんかどんどん諦めちゃうとなんか日本って大丈夫かなって少し思っちゃうんですけどもともと石油化学コンビナートってさそのまさにその石油、まあ、石油は日本にないけどまあ、原油は日本にないけどそれさえ輸入してくればさ、うん、そこから化学製品一気通過に作れますみたいな、うん、を国内でやろうぜってやって作ったやつなんだよね、うん、四日市コンビナートとかあるじゃなくて室蘭とかってあるかな、まあ、分かんないけどいろんな、うん、とこにあってそれが高度経済成長になってったみたいな、うん、よその国からわざわざそういったこうケミカル製品を輸入してこなくて済むみたいな、うん、原油さえ輸入すればあとは全部自前で自家発できますみたいなだったけどこのまさにねそこの部分コモディティの部分がポコってもし空白で消えてなくなっちゃうと、うん、今いる人たち他のさスペシャリティケミカルって言ったところで結局その仕入れ元はさここのコモディティの部分がないと成り立たないから、はい、いやそれ誰がオペレーションするんだっけ、うん、みたいなのはちょっとあるよね、うん、そこがなんか日本国内に留まってくれるんだったらいいですけど、うんまあ、かそこ維持されたまま、うん、なんか誰かがやりますだったらいいんだろうけどね、うん、そうですね、まあ、あとはさそういったのがこう、まあ、あの三井化学とかね住友化学とか、うんまあ、いろんな会社が総合化学メーカーってあるから、うん、そこのこういった部門だけ切り出してなんかもう日本もう単一のなんかコモディティメーカーですみたいな、うんまあ、そうそう少なくとも日本国内の競争ってなくなるだろうしとか、うんあのまあ、少しこう競争が減ると利益率も改善するかもとか、うんまあ、でもグローバルにはね結構コモディティ商品だから、うんね、あんまりなんか値段違ったらさいやだってもう輸入しますみたいな話になっちゃうだろうし、うんまあ、結構難しい面白いと思ったらいいねチャンネル登録よろしくお願いします。